並走状態でバックストレッチに入っていきます。4番の藪下誘導員をかわします。後方から2番の岸澤はどうするか。藪下のラインの後ろをまだ追走して4番手キープを狙います。6番手に下がったのが1番の山口です。さあ縦1列の体勢、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、巻き返してきた1番の山口。さあ山口勝也一気の巻き返し、4番の藪下も懸命に踏んでいるが、これを叩いていく。しかし7番の鈴木が離れています。2番手は4番の藪下が収まった。3番手には3番の徳永。さあ徳永自力で踏んでいきます。2番手横まで上がってきた。1番の山口懸命に頑張っているが、それを捉えていきます。3番徳永、後ろは2番の岸澤が追っていく。4コーナーから直線、徳永先頭だが外から岸澤突き抜けてきた。岸澤1着ゴールイン、2着3番の徳永です。